はい、どうもしおみんでございます。今どこ来てるかというとですね、大阪梅田のね、こちら後ろ見えてると思いますけど、阪急のね32番街の前に来ております。しおみん、いろいろ考えたんですけど、大阪でね、粉もんといえばお好み焼きとかたこ焼きとかいろいろあると思うんですが、大体のねお店がね80店以上ぐらい美味しいお店ばっかりなんですね。となるとですね、どうせ大阪でねお好みを食べるんであれば、景色がめちゃめちゃね、綺麗な場所でね食べるっていうのも一つの選択肢ではないかなと思って、今回ですねこの32番街の上にあるですねお好み焼き屋をですねご紹介してみようと思っております。それではどんな感じなのか行ってきたいと思います。
道も天空のねお好み焼き屋さんに行ってきたという動画でございました。今回はねまだね、4時とか5時とかねちょっとね夕方にね、行ったので、昼間の景色になっておりますが、夜に行くとね夜景の景色になるんじゃないかなと思います。またね、飛行機がね、の通り道なんでいいんじゃないかなと思ったりします。飛行機ファンも楽しいんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、天空のお好み焼き屋さんの動画でございました。よかったと思う方はですねグッドボタンおよびチャンネル登録などをしていただけると嬉しいでございます。はい、ではね、またね、違う動画でお会いしましょう。しおみんでした。さようなら。